島根県、秋鹿郡の一秋鹿郡は、島根県にあった郡。1879年に、行政区画として発足した、当時の郡域は、松江市の一部、出雲市の一部にあたる。律令制度発足と同時に設置されたと考えられる。出雲国風土器によれば、郡の名前はこの地にかつて秋鹿姫命が住んでいた、ことにちなむという、郡家は、大野太子郷にあった。 軍域は、現在の松江市の北西部に該当し、農業や日本海、珍次湖双方の漁業でもって栄えた。比較的狭い地域であり、江戸時代には、松江城が築かれた旧島根郡や、現在の JR 西日本松江駅のある、大群方面が繁栄したためその広配地となった。協里天平五5年2月30日に成立したとされる。 出雲国風土器には4つの里のうちに12の里があり、それとは別に神戸里があったと記されている。4つの里には、それぞれ3つの里があった。式内社、演技式神明町に記される軍内の式内二21、井野村22、大野村23、秋鹿村24、腰村25、小祖師村26、長江村27、スケブト村28、江戸も村。 ありがとうございます。